パトリック・フリンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックに参加して3000メートル障害層で銀メダルを獲得した。パトリック・フリンはアイルランドで生まれ、後にアメリカ合衆国に移民してきた。彼は長距離層の選手だったが、コーチに当たった人物は長距離層よりも障害物競争への転向を進めた。 フリンはすぐに1919 19年の AAU 選手権で2位に入り、転校の成果を見せた。アントワープオリンピックの3000メートル障害層は、6つの国から16人の選手が出場して1920年8月18日と8月20日に実施された。18日の予選1組でフリンは10分36秒、0の記録で1位となり、決勝へ進出した。 8月20日の決勝で、フリンは水合の通過に失敗してしまい、イギリス代表のパーシーホジに約100メートルの差をつけられてしまった。結局ホジが当時のオリンピック新記録にあたる10分0秒4で優勝し、フリンは10分21秒1で2位に入り銀メダルを獲得することになった。フリンはこのオリンピックで他にクロスカントリー個人とクロスカントリー団体に 出場しているが、いずれもメダル獲得はならなかった。なお、フリンは1920年の英雄選手権で、当時の国内新記録にあたる9分58秒2を記録して優勝している。予選は16人の選手を3組に分けて行われた。予選1組と2組は、それぞれ4人、3組には8人の選手が割り当てられ、上位3名が決勝に進出する資格を得ている。 詳細については、ウィキペディア英語版の当該記事を参照のこと。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマー、ゲームズ、メンズ3 0 0 0ズスティープルチェイス、ハットクロスカントリー団体は、クロスカントリー個人の成績をもとに、各国上位3名の成績を点数化して争われた。詳細については、ウィキペディア英語版の当該記事を参照のこと。ありがとうございます。